彼女一人でここを逃げ出せるわけがありません。じゃあさっきの4人の仕業ってことだよ。ここから連れ出されたってことですか。何者なんだあいつら。おそらく同じ種族でしょうが、あの女のことをイブと呼んでいた。確かに、あのイブってビッチちゃんのことだったの。まさか。その下で笑ったり踊ったり何をするのも自由、そんな期待で溢れた外の世界。風に伏せた。こっちを見て。お前は俺様のもんだ。